ウィリアム・モリスがヤバすぎる美しさと芸術性を追求し、イギリスのデザイン界に多大な影響を与えたという言葉がぴったりの人物、ウィリアム・モリスについて語りましょう。ウィリアム・モリスは19世紀のイギリスで活躍したデザイナー、詩人、社会主義者です。彼の作品は美しい自然の風景や生物をモチーフにした花柄やパターンが特徴的で、今もなお多くの人々を魅了しています。ウィリアム・モリスは美しさだけでなく品質の高い製品を提供することにもこだわりました。彼のデザインは手作業で丹念に作り込まれ、優れた職人技術が光ります。そのため彼の作品は高い評価を受け、世界中で愛されています。またウィリアム・モリスは社会主義者としても知られており、労働者の権利や公正な労働条件について積極的に活動しました。彼は芸術と社会の関係を考え、美しいものを全ての人々に享受できるようにすることを目指していました。一方でウィリアム・モリスには恋愛事情にも一風変わったエピソードがあります。彼は妻のジェーン・バーリンゲムとの結婚生活を楽しんでいた一方で、彼女の親友であるメイもジェーン・モリスとの関係も深かったと言われています。この関係は当時の社会においては大きな話題となりました。ウィリアム・モリスの生涯は芸術と社会の融合を追求した独特な存在であり、彼の作品や思想は現代のデザインや社会運動にも大きな影響を与えています。ウィリアム・モリスは美しいデザインと社会的な貢献を追求し、人々に芸術の力を伝えることに生涯を捧げた魅力的な人物です。彼の作品や思想は今もなお多くの人々に愛されています。